はい、この状態にです、ね、今ブリーチを2回して、まあ、大体3回ぐらいですね、 1.5 と 1.5 回で、その状態で、ここからオンカラーする前のトリートメントをやっていくんですけれども、内部がアルカリに傾いている状態なので、トリートメントが入りやすい状態になります。モモンガのトリートメント、これをモモンガついですね、これを全体にちょっとつけていきます。で、ペールイエローっていう色がブリッジしてるとベースに入るんですけど、こういう感じですね。で、これがですね、実はこの後のか色を結構マイルドにしてくれるんですね。例えばアッシュでしたら、まあ、アッシュベージュとかアッシュグレージュとかって入れるときにアッシュが強すぎるとやっぱり結構汚い色になったりするんですけど、これをベースに入れとくとすごく綺麗に発色します。なんていうのかな、薄い本当に薄いベージュみたいな感じをベースに入れてるような感じなので、上に乗る色がまた綺麗に発色、マイルドな感じ、柔らかく発色してくれるんで、で、タオルでいつも通り循環をさせていきます。全然余計なトリートメントとかしなくても、全然このモモンガだけで全然いけるというか、いろんな成分が入ってるので、ハーブも入ってるし、コラーゲンも入ってるし、まあ、システインも入ってますし、その他いろいろとツヤ出し成分だったりとか、まあ、ちょっと酸とかいろいろ入ってるんで、こんな感じにこうさっきの、ブリーチだけの色よりも少しこうベージュっぽくなったの分かりますかね、色が。なんでこういう風に綺麗な色が入ります。まあ、車とかバイクとかの塗装とかもサフェーサーってちょっとベースにね、こう、まあ、それはシルバーとか色をベースに入れたりとかするんですけど、やっぱりその原色よりもベースに入れておくことによって上の色が綺麗に見えたりすることもあるので、そんなようなイメージで僕は考えてます。で、毛髪がアルカリに傾いてると色が綺麗に乗らなかったりするんで、一回ちょっと製造に戻しましょうよってことで、はい、オニヤンマ使います。で、オニヤンマをこの上につけていくんですけれども、全体につけます。これ酸化力があるので、これを全体に行き渡らせると髪が、ちょっとアルカリが少し抜けてですね、落ち着いていきます。で、落ち着いたところで色を入れるっていうような感じで僕はやります。コスパがいい使い方としては、ちょっと水と薄めて使っても全然いちいちとかで使えるので、まあ、もしマドラーとかで混ぜて使っていただいても大丈夫です。で、全部終わりましたら、これで、全部流していきますね。はい、で、僕は作業効率を考えたいので毛先にリンスはつけちゃいます。まあ、オンカラーするんですけど、ギシギシしてると溶かされてる方も嫌だし、やる方もなんかスムーズじゃないんで、で、オニヤンマの後リンスつけるとめちゃくちゃツルツルになるんですよね。なんでその方がやりやすいかなと思います。こんな感じですね。で、これでオンカラーをしていきます。